どうも、ナオジンです。本日は妖怪ウォッチ1やっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。最近、妖怪ウォッチ1の動画へのコメントが、かなりあります。おそらく、1週間前に、妖怪ウォッチ1の携帯版が発売されたからだろうね。みんな今やってるんだね。ということで、俺も今日、久しぶりにやります。1年半ぶりぐらいにやるから、どうなんだろうね。セーブはあったのよ。セーブはあった。なんと!65 時間40分。すげえな。俺65時間ちょっとやってるのか。だいぶやったな。え?無限地獄。ああ、そうか。無限地獄で、ああ、ボス倒したっていうのは覚えてるよ。これが俺のパーティー。レベル低い。草薙が69。草薙がね、妖怪ウォッチ1ではな、ほぼ最強キャラじゃなかった?うん、草薙強かったよね。クリティカル率も高いし。どうだったっけ?ああ、いや、結構持ってるね、俺。結構持ってる。ちょっと待って、レベルで、あ、草薙、もうすでに99、いる。っていうことは2体目か。そうだ、真剣草薙だ。ガチャで出たんだな。真剣草薙を合成したら、できるんだ、これが。そうだ、2体目だ。はい、レジェンドのブシニャンとかも持ってる。生ハゲね。はいはい。驚き獅子。おー、まあまあ、A ランクだけども、強かったってやつか。修羅駒、九尾、天狗、犬神。おー !99 ばっかりだ。お、犬神2体。お、テマクール、ダイダラウォッチ。すごいね。俺、どんだけレベル上げてんの?プラチナ角99。まあ、そうか。まあ、クローニーにね、戦い挑んだりしてたんで。いやいやいや。上げすぎでしょ。アツガルル、ガリ王子。トゲニア、トゲニア懐かしい。そうね。トゲガードで、そう。やった。あれ、ヒーラーのね、花咲か地震オーバー。デビン・ヴィラン、イケメン犬、青竜、影オロチ。とんでもないな。99ばっかりだ。あ、で、100機目が98。あ、こっからね。俺は、そうか。ここだ、無限地獄で、レベル上げしてたんだな。伏竜を倒す、レベル上げがあるもんね。あれを多分、やってたんだと思う。道全然覚えてないけど、多分、こう、ショートカットして、あ、こっちだな。危ない!息だ。あーしょ!戦いたくはない。7回、無限地獄9回ぐらいまでじゃなかった。あ、そう。で、ここで、伏竜がいるんだよね。この辺に。あ、ここだ、ここ。これ、今回4つ目だけど、伏竜ここにいて、そうだ。これずっとレベル上げやってたっぽいな。はい。あ、ちょっと待って。このメンツで、ボスに挑むのはきついでしょ。ちょっと、変えてから、ボスに行ってみよう。多分ここが、最下層だね。音が止まった。パーティーこれで、行きます。草薙、ブシニャン、花坂爺、オロチ、キュービ、シンオーバー、です。ドンドロだよね、確か。ドンドロは、バリアチェンジをして、物理か、術か、どっちかじゃないとダメージが入らない、やつだったよね。なんか、目が、青と赤になるんじゃなかったっけ?どうだったっけ?行ってみよう。でかいな!ドンドロ、でかいな!初めて倒すの?今から。そんなことないでしょ?そう。この、封が、取れてたから、ウィスパーがね、つけようとしたらなんか、なったよね。おそらくそのせいで封印が解けてしまったのでしょうね。幸いまだ眠っているようですし、今のうちに封じ込めてしまいましょう。ここでミスっちゃうんだ、そうだ。むむむ?
あ、これでそうかそうか。出てきちゃった。強かったっけ？いや、強くはなかった気がする。力ずくで再び眠らせるしかありません。行きますよ、ケータキュン。行こう。確か最強の敵は、クロ鬼だったから、ドンドロはそこまで大したことなかったんじゃないかな。戦闘方法すらもう全然ちょっと、やばいぞ。あ、そうだよね。オートプレイで、そうだ。まずは、そう。はい。そこを、やっていくんだね。なんか遅くねえか。じゃあ、これね、戦闘スピードを上げれるんだ。はい。ちょっと待って。あ、やばい。お払い。キャー、取り付けしすぎ。ちょっと待って。取り付けをお払いするのどうするんだ。ちょっと待って。お払いの仕方がわからない。ちょっと待って。そうか。戻して、お払いするのか。そうか。もう全然忘れてる。わー。いかんねー。今は術が効くタイプだね。はい。潰しましょう。携帯バージョン、どんな感じなんだろうね。あ、まあ、タップしてできるか。やばい。回復しないと。アイテム選んでる間は、あれだね。動きが止まってくれるんだ。あんまり回復しねえな。ちょっと待って。闇ブレス来たー。あれ、意外と難しいぞ。闇ブレス 2連続で来る。あ、いけ。いや、まさかだよ、これ。こうして、これ、お払いが、だいぶあれだね。難しいね。お払いをこんなやりながら戦わなきゃいけなかったか。はい。これ、めんどくさい。めんどくさかったら、変えていいんだったか。そうだったね。長いよ。長い。まだあれだよね。バリアチェックしてないから、これで OK。よし、もうどんどん行け。あ、来た、バリアチェンジした。違う、武士には攻撃だよ。通常攻撃をして、よし、あとはもうゴリゴリ削っていくだけだ。やり方すらね、すらさえ思い出せばなんとかなるんだよ。うっそ、ちょっと待って。あ、回せ。はい。回す。よし。あ、これ、携帯でさ、こう、指でぐるぐるすると面白そうね。面白いよ、絶対。真剣くさい。一撃大きいやつだったか。そういうやつだったのね。はい。いっけ。てか、俺の並び、ほんと、バッチリだったね。適当に行ったんだけど、並びバッチリだ。そうだ、こうで、お払いします。これやだ。お払い、違う、これやだって。あれだよね、お払いでこう超成功みたいなのがあったよね。よし、あー、痛い。やめてくれ。あ、違う。なぜに通常攻撃を行くんだよ。
通常攻撃を行かなきゃダメだよ。もう少し頑張っていこう。ギャーギャー2回攻撃やめて、2回攻撃はやめてくれ。よし、あ、もう難なく倒せるわ。ばあちゃん、あと一発。ギャー、闇ブレス最後の最後にやめて。しかも取り憑かれてるし大丈夫。武士に、あー武士にゃんが、オッケー倒せた。いや久しぶりだけどいけるもんだね、いけるもんだ。はい、ということで、妖怪ウォッチ1、1年半ぶりやってみました。どうも俺のデータは結構最強に近い感じになってます。99何体いるんだよっていうところだったね。はい、ではまたやっていくのでチェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。